いいかい、こっちに来た途端に狙われるようになったんなら、向こうに戻れば狙われなくなる。そいつらが追ってこない限りね。足手まといのあんたがこっちにいることで、お柱様にも余計な苦労がかかるんだ。あんたは帰るべきなんだよ。違うかい？確かに私は役立たずだけど、だけど私にだってできることがあるよ。私にしかできないことがあるよ。何をするつもりだい？ユメイさんに血をあげるの。私自身は弱いけど、私が血をあげればユメイさんの力は強くなるから。あんたが命をすり減らして役に立ったところで誰かが喜ぶだなんて思ってるのかい？あんたを可愛がっていたエミコさんは、あんたを女で一つで育てたマユミは、そしてあんたが血をやろうとしてる当の本人は。おばあちゃんのことは私全然覚えてないんだけどね。お母さんだったらできることがあるのに逃げるような子にはなってほしくないって思ってるよ。だから死んじゃってもきっと許してくれるよ。それにユメイさんは、ユメイさんの方こそ力を削って私のこと助けようとしてるんだよ。そんな一方的に助けられて私が喜ぶと思う？私自分が間違ってるって思わないから引かないよ。頑固だよ。こういうところお母さん譲りだよ。どうなっても知らないよ。ハートさん、浅間さんは？もうごちそうさまって。あら、困ったわね。ハトさん、お召し上がりになります？いい。Thank you.
なんだか微妙な贅沢感。セミが。
あんな場所で撃ってくるなんて。新山幽谷は想定済み。むしろそうした地での役目の多い代々の伝承者が編み上げ、磨き、伝えてきた技だ。私とて本家の血だけで役目についたのではない。さすがアキラさんの妹だね。その口でその名を呼ぶな。この程度。
体術も少しは通じるかと思ったんだが、考えが甘かったようだ。そうだね。それほど体に恵まれていないんだから、太刀を使える時に威力のない足を使うなんて相手を舐めすぎだよ。だから隙ができる。もっとも僕を切るつもりがなくなったのならありがたいんだけど。そのようなことは断じてない。だろうね。君は僕を許さないだろう。僕が僕を許せないよ。